どうもこんにちは。いつも強化された機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの、2020年6月に実装されたロッテクコスト汎用機、ガブスレイで戦場を荒らしていくよ。本機は通常時は射撃で分からせつつサーベルとフェダーインサーベルのみ格闘、さらに変形して3次元的な戦いもできちゃう。まあ、そんな感じで実装されたんだと思いますが、実装当時は、西格闘仕様にも対格闘が低くリスキー、変形は燃費が悪い上落とされやすく、そもそもフェダーインライフルがノンチャージ2発でオーバーヒートする、武装強化前でしたので、具現化系能力者が器用貧乏を具現化したかのような機体だったわけですね。あ、ここあえてオーバーヒート特攻しました。嘘です、スラスター管理ミスりました、助けてください。これまでにも鬼のような強化を受けてきた本機ですが、それでも最先端戦場の荒波には耐えきれなかったようで、この度強化を受ける運びとなりました。本機は2種類の格闘兵装と、変形による吸収を得意とする機体としております。過去の調整ではよダメージを改善させるための強化を行いましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので調整しました。ということですね。特に今回受けた強化は勝率が 46.8%、ライバル勝率に至っては 41.6% となかなか低かったためか、超絶怒涛の強化となっております。ここは味方のリスポーンタイミング、変に粘らずに突撃してさっさとデスポーンしましょう。そう、これこれ、これが欲しかったんです。ガブスレイの強化は、まず対格闘補正が16から25に大きく向上、西格闘をねじ込みに行くリスクが軽減されたとともに、高速移動が200から210に、旋回は63から66に向上し、さらになんとなんとダッシュ中に必速よろけ射撃リアクションを緩和するマニューバーアーマーが追加。射撃がなかなかに強い機体にもかかわらず、まるで格闘ゴリラ機体のような近接性能となったわけですね。強化前だったらもっと格闘でパンパンになってました。危ない危ない。存在するだけで厄介なイワックジェガン、確実にここで落とす。格闘ゴリラするならカウンターも強くないと困りますよね。安心してください。なんとこの機体、カウンターもしっかり強カウンター。とまあ近接もバチボコにこなせるようになったわけですが、さらに単装式バルカンの射程が180メートルから200メートルに、よろけ値が5から6に向上。このマップでは快適が近すぎてあまり使用しておりませんが、もともとよろけ取り能力だけは高いバルカンがさらに使いやすくなりました。ちなみにこのバルカン火力はそんなになので注意が必要。そして本機が受けた強化で個人的に最も大きな強化と思えるのがこちら。変形中にスキル変形補強機構が付与されました。変形中に非蓄積よろけ射撃で落とされづらくなるものなんですが、まあこれが半端じゃないですね。これまでのガブスレイは変形の仕様に射線管理が必須でしたが、鉄砲でも早々落とされなくなりました。これがどれほど落ちにくいかというと、でかいけど落ちないが取り柄の、メッサーラ以上に落とされにくくなりました。でかくない上にこの耐えっぷり、戦闘中にこれを落とせるかという話。メッサーラ君の立場どこ、ここ以上が本機の強化となりますね。本機はもともと実装時とはまるで別物のフェダーインライフルを絡めた射撃が強く、通常時の射撃から落とされない変形での射撃がより凶悪に、近づけば近づいたでまあまあゴリラ、なんかすごい機体に仕上がりました。しかし変形最適化機構は搭載されていないので、変形のスラスター消費は相変わらず劣悪。そのためカスタムパーツでスラスター量はガン盛りしてあります。これまでは変形ゴリ押しが難しかったので、通常時のフェダーインライフルをオーバーヒートさせないように立ち回るのが大事でしたが、変形ゴリ押し突撃している間にヒートが冷却されるので、通常時のフェダーインライフルを、オバヒ覚悟でバンバン撃てるようになったのも大きいところ。こういう時はフェダーインライフルサーベルのリーチを活かします。おっはい来た、終わりですね。サーベルとフェダーの爆裂コンボ、この機体、何でもできちゃう。強化前は丁寧に立ち回ればなんとかって感じの機体でしたが、強化後は多少雑でも機体スペックでゴリ押せるモンスターマシンとかした印象。サーベル N 下フェダー下サーベル N 下がうなりを上げる。むむむ、これは味方がスカーレット5秒前といった感じ。私の機体 HP はかなり残っている状況。
ここはどうすべきか。答えは沈黙。仮想部分ならワンチャンやり過ごせる説、あると思います。ここで敵が拠点爆破に向かうようなら止めたいですが。行きましたね。やるか？いや、味方歩兵が拠点内で張ってますね。ここは私が近づくと爆破をやめてしまうので、ボマーが罠にかかるのを待ちます。味方ちゃん頼みますよ。ボマーを排除したようですね。ナイスすぎますそれ。敵の機体の破損状況によっては仕留めますが、なんと備品だったようです。味方のルパンが絶賛窃盗中。奴はとんでもないものを盗んでいきました。それは、あなたの機体です。モビルスーツ強奪後は1分間の試乗が可能。残り時間を鑑みると出撃クールタイムもあることですし、敵は枚数振りで残りの戦いに臨むことになりますね。戦いを決定づける致命的強奪だったのではないでしょうか。さらに落として枚数有利、行くしかねえよなぁ。スラスターがある程度冷えるのを待ってからのレッツ変形突撃。後ろを取りました。チャージフェダーインメガ粒子砲フェダーインラムアタック。まだメガ粒子砲が撃てましたが、その必要もなく落ちましたね。そう、落とされないくせにしっかり火力とよろけを出すのがガブスレイの変形。こんなに立派になってって感じですが、最近だと特に射撃が強く、西格闘、変形射撃も強強なリベルが強化されたことにより、さらに立場なかったですからね、超強化もやむなし、ただ変形補強不幸の落とされづらさはやりすぎな気がします。いやなんか潜んでた。まあまだワンチャンある、火力ありすぎだろ。ステルスデバフ機体で火力もあるってどういうこと？微妙な時間に落とされてしまったせいで残り時間わずか。わずかな時間でも戦えちゃう。そう、変形があればね。この戦いでも変形が落とされたのは多分下格闘だけ。そんだけ落とされないですね。丁寧な機体からゴリ押しモンスターマシンと化したガブスレイでした。それでは今回はこの辺でー。